出番かい？よっ、みんな元気かい？私の名前は姫の緑。これでもクイーン流古式格闘術宗家の血を引いてんだ。来週からはこの私が活躍する絶対熱血緑が一番が始まるよ。いきなりわけわかんない世界に呼ばれた私はイハビルカとかいう魔人と戦うことになっちまう。けど強いやつと戦えるならいつでも大歓迎。みんな私のデビュー戦見逃したら絶対後悔するよ。じゃ次週絶対熱血緑が一番ラウンド1疾風怒涛あたしが噂の熱血ガール、みんな応援よろしく。あんたかい、あたしの相手ってのは。しかしいきなりまともじゃないね。まあいいさ、全力で潰すよ。意気がんなよ、そう意気がんなよ。あんたのすべてすぐに食らってやるぜ、このシャハルでな。でなでなでな、フイン流古式格闘術姫の緑の異世界デビュー戦だがね。悪いけど派手に行くよ。 Get set go。 見たく獲物に振り回されてるやつにこの私が負けるわけないっての。私のデビュー戦はどうだった？楽勝中の楽勝だったけど、私の力はまだまだこんなもんじゃないから勘違いしないでくれ。お次の相手は賞金稼ぎのガリー・バニッシュ・グレッグマン。大層な名前してるけど評判だおやごめんだからね。そうそう、私は賞金首になるような悪いことなんてしちゃいないから、みんな勘違いするんじゃないよ。まとにかく早いとこやり合いたいね。じゃあ次週絶対熱血緑が一番ラウンド2怪盗ランマ賞金稼ぎの挑戦、みんな手紙を追いかきバーンと送っとくれよ。イハドゥルカを狙ってるってんならやめとけやめとけ。それともお前さんもバカかい？そうかもね。でもこれが私だ、これが姫の緑だ。バカはバカでも自分に嘘つくバカにはなりたくないからね。へへ、いいセリフ吐くじゃないのが、俺様を差し置いてバカは名乗らせねえぜ。 Get set goなさんな。フイン流古式格闘術、甘く見たのがあんたの敗因さ。乾杯ってとこだな。大した玉だよ。
レディーとまでは言わないけど、たまってのはないんじゃないかい？そうだな。悪かったお嬢ちゃん。今日戦いましたガリーさんとおっしゃる賞金化石の方、筋の方はよろしいのですが、少し運がなかったようですわね。なんと言いましてもお相手がこの私なのですから。でも負けたからといって女の子の私にあのようなお下品なことを言いやがって、お下品になれたなんてひどいと思わないか、思われませんか。どーん、無理無理、やっぱ私は私らしくだ。じゃ次週、絶対熱血緑が一番ラウンド3、空前絶後 VS は魔法使い、ユキのやつでも見習おうかね。僕にはしなくちゃいけないことがある。だから私は引く気なんてさらっさらないよ。それに魔法使いと戦える機会なんて私の世界じゃありゃしないからね。楽しませてもらうさ。ダメですか。わかりました、みどりさん。行きます。みどりさんかい、くすぐったいね。 Get set go!やっほっ、やっほっ、上等じゃない。やっどうぞ、やるぜ、はぁ、強い、上等じゃない、やるじゃない、はぁ、やっほっ、やるよ、やるよ、はぁ、はぁ、はぁ、強い、はぁ、はぁ、上等、やるよ、はぁ、負けました。でもみどりさん、イハドゥルカと戦う。ストップ。私は巻き込まれたなんて全然思ってないさ。強いやつと戦えんだ、感謝したいくらいだよ。みどりさん、世界の平和のために戦うってのは正直ピンとこないけど、ま、君たちが呼んだこの救世主さんにかけてみなって。でも、ハルとかいうあの子の使った魔法には、私もちょっとびっくりだ。同じ人間にあんなことができるなんて今でも信じらんないね。それでもまだまだ私の敵じゃないけど。さーて、来週私が戦うのはどうやら正義の味方様。なんか今時じゃないね。時代の流れってのを、いっちょ私が教えてやりますか。じゃ、次週、絶対熱血緑が一番、ラウンド4。問答無用、正義の味方をぶっ飛ばせ。そうそう。来週はいい知らせがあるから絶対見るんだよ。完全掌握断罪。勘弁してくれよ。俺に素手の女をいじめろってのか。見た目で相手を判断しているようじゃそこが知れるね、あんた。なんなら直接試してみるかい。悪かったな、前言撤回しとくぜ。ユリーを助けるためだ。加減は効かないと思ってくれよ。いいねいいね、乗ったよこのバトル。ゲッセゴー。なめるな、やるじゃない。なめるな。はっ、
なめるな。やるじゃない。まだまだ。なめるな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 。まだまだ。なめるな。燃えるね。まだまだ。なめるじゃない。負けられない勝負に負けやがって、バカ野郎が。どうしてこう、みんな。仕方ないね。そのユリーとかいう人、助けてくりゃいいのかい？お前、私としちゃ本当は余計なもんしょいたくないんだけど、響いちまったからね、今のバトル。私の拳信じて待っときな。来週は規制走行の傭兵エビルってこと激突。さてどうなるかね。じゃ次週、絶対熱血緑が一番ラウンド5、天下一品待ってました大勝負。さてこっからプレゼントのコーナーだ。先週言ってたのはこれのこと。なんと風神領域エルツバーイのオープニング、インザダークを歌う奥井まさみさんのサイン入り色紙を抽選で1名にプレゼントするよ。欲しいやつは完成ハガキに住所、名前、年齢、電話番号、ゲームの感想をしっかり書いて、今表示されている宛先まで送っとくれ。当たったやつの発表は発送を持ってってやった。当日消印有効。みんな手紙待ってるよ。あなたね、アルを止めてくれたの。まずはお礼言っとかなきゃね。ありがとう。別に礼を言われるようなことじゃないよ。私は強いやつと戦いたかっただけ。あんたみたいなね。オッケー、ちょうどいいわ。自分でもすっごい勝手だと思うけど、エリル的にはアルをいじめたのが許せなかったの。よって、思いっきりで行くから。Yes, sir. Go!上等じゃない。やったー。出番だ。出番じゃない。ほらみんなで出ない。はぁ、負けなし。ほら上等じゃない。はぁ、負けなし。出番。はぁ、上等じゃない。出番。はぁ、負けなし。ごめんね、アル。エリル、負けちゃった。負けちゃったよ。偉そうに言う気はないけど、あんたの気持ちっての、ちゃんと伝わってんじゃないの？そうかな。だと嬉しいな。それでも納得できないってんなら、またやろうよ。いつでも相手すっから。もちろん本気でね。危ない！え？あんた、早く逃げな。どこのどいつだか知んないけど、いい気分が台無しだよ。とっとと出てきな。
みんな、今日はみんなからもらったお絵描きを紹介させてもらうよ。最初はペンネーム緑大好きっ子から。照れるね。お、いいねいいね、かっこいいじゃないの。お次は橋木良一くん3歳。うまいうまい、良一くんありがとね。最後は小今しやちゃん15歳。おー、やまいったね。こんなに可愛く描いてくれるなんて。照れるね、どうも。残念だけど今週はここまで。じゃ、次週絶対熱血緑が一番ラウンド6経典同地敗決、あたしだあたし。紹介できなかったみんなもありがとな。なんだって。そういうことかい。敵は私ってが？燃えるじゃない。そこの私はどうだい？そう思わないかい？そっくりなのは姿形だけってわけか。はっきりしたよ、あんたは私に勝てない。拳に込めるもんのないあんたに私は絶対倒せない。 Get set go!偽物が本物に勝った試しはないんだよ。偽物だなんて失礼しちゃうわ。あれはお姉ちゃんだよ。鏡に映ったお姉ちゃん自身。なら勝てなくて当然さ。鏡の中の私じゃ本物の私は倒せないけど、本物の私は鏡をぶっ壊せる。隠れてないで出てきたらどうだい。の末、宇宙破壊獣ガガンドンギャを倒した私。その前に現れたのは、なんと倒したはずの凶悪宇宙人デラオガ星人。巨大化したデラオガ星人の仕掛けた卑劣な罠にかかり、私は変身できない。このままじゃ地球はヤツらのものに。その時さっそうと現れた青い影、まさかあんたは。コズミックソルジャー緑第54話緑大ピンチ、現れた2人目の戦士セツナって。なんだいこの台本。次週、絶対熱血緑が一番ラウンド7、変幻自在脅威を運ぶもの。でも宇宙怪獣とも戦ってみたいね。お待たせ。ごめんなさいね。楽しんでもらえると思ったんだけど、面白くなかった？ああ、全然つまらなかったよ。でもあんたとなら面白くなりそうだ。言っとくけど、私人間できちゃいないからね。子供だって手加減なしだよ。子供か。結局、お姉ちゃんも人間なんだね。私たちの大嫌いな人間。Get set! Go! はっ！
だね、どうかりくわっ、ふ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 っ、私の負けにしてあげる。私に勝った3人目の人間だよ。じゃあね、バイバイ。チュ、その気になればいつでも殺せたくせに。バカにしてんじゃないぞ。1週間のお待たせ。今日はみんなの聞きたい質問に答えていくよ。まず最初の質問、みどりさんは芸術に興味がありますか？みどりお姉ちゃんの趣味は何ですか？私の趣味はジョギングだよ。で、次、みどりお姉様は女の子に興味ありますか？うん。最後は、みどりさん彼氏いますか？バカなこと聞いてんじゃないよ。私は、とにかく質問コーナー終わり。じゃ、次週、絶対熱血みどりが一番ラウンド8、電光石火、今つけるべき決着。はぁ、彼氏なんて。ほう、あなたも呼ばれてましたか。これは奇遇です。ケイヤ、私の機嫌今最低なんだ。またなんかろくでもないことをするってんならやめときな。忠告だよ。痛み入ります。ですが、その忠告聞けませんね。あなたにはご退場していただきますよ。永遠にね。前から気に入らなかったけど、やっぱ最悪だ、ケイヤ。あんたに封印の本当の意味、教えてやるよ。ゲッセプ、ゴー。同等じゃない、ここです。なかなかやるよ。やるじゃない。同等じゃない、当たるじゃん。そこ、まっ、なかなか。こうしてくれるよ。太陽に。あなた、いつの間にこんな。過小評価に自信過剰。それじゃ負けて当然さ。ケイヤとの因縁もこれでひとまずケリがついた。そんな私の前に現れたのは西月節子。あんた、ちっちゃい頃から私の後ろをついてきたあんたと
まさか戦うことになるだなんて。いいのよ。いや、むしろ私は、私の血は喜んでる。力を手に入れたあんたと戦えること。どうやら、バカは死ななきゃならないってのは本当みたいだ。じゃ、次週、絶対熱血緑が一番、ラウンド9、千載一遇、一度きりの死闘。ゆき、どっちが勝っても、恨みっこなしだ。勝手なことを言いますが、私、西月刹那には負けられない理由があります。あんたもか。みんな負けられない理由持ってんだね。私はそんな太刀じゃないけど。負けた奴が勝った方に従う。それでいいだろ、ユキ。ありがとう、みどり姉さん。ゲッセゴー、インオーダー、行け。そこインオーダー、ヘイヤー、当たるか。無駄です、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 そこ無駄です、ヘイヤー、燃えるね。ハッ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 、無駄です、無駄です、いけ、当たるか、はぁ、ダンク、ダンク、いけ、無駄です、ダンクコーラ、リンゴーダンク、へっ、やぁ、当たるか、はぁ、無駄です、はぁ、はぁ、チェックな、はぁ、無駄です、無駄、無駄です、はぁ、無駄です、無駄、無駄です、へっ、当たるか、無駄です、ダンクコーラ、当たるか、いけ、殺してくれるよ、絶対王に取れた、へっ、ロッドハー、無駄です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 、負けました。やっぱり姉さんは強かったんだ。悪いね。なんて私バカなんだろう。確かに親父の言う通り、私は半人前だよ。違うよ、姉さんは戦った人の心を背負ってる。姉さんがそういう人だって私知ってる。子供の頃からそばで見てたから。だから、ユキ、ありがとう。あんたも私の負けられない理由なんだね。次週はとうとうイハドゥルカとの一騎打ち。この世界を簡単に滅ぼすことのできるやつって一体どんなやつなんだか。戦うのはこんなに怖いと思ったのは初めてさ。でも、あの言葉を思い出すと震えが嘘みたいに引いていく。そう、この私、姫の緑は勝たなきゃ気が済まない。悪いけどイハドゥルカ、あんたには負けてもらうよ。この体、この心、全ての力を拳に込めて、今最後の大勝負。じゃ、次週、絶対熱血緑が一番、ファイナルラウンド、興奮聖月、やっぱり私がナンバーワン。最後に、私の好きな言葉をみんなに。迷わず行けよ、行けばわかる。あんたが魔人ってやつかい。ふふ、ゾクゾクするね。ストレートすぎる殺気だよ。何用だ。今立ち去れば見逃してやる。早々に失せろ。冗談。ここまで来て、はい、そうですかって帰れるかい。私にも、いつの間にか負けられない理由ができちまったからね。それにこの高まり、そう簡単には止められないよ。今ここで死ぬことになる。
愚か者の愚かな選択だ。愚か者結構。フィン流古式格闘術が使い、姫の緑行くよ。ゲッセプゴー。レディーレディー、そこ食らいな。メルメル、もう減るね。どこを見ている。メルメル、もう減るね。そこお待ちの見えない。いで炎を当たるか。そこか。落ちる。お待ちの。どこを見ている。そこ暗いな。いで炎を当たるか。こいつで決めるよ。絶対王に。バナルガン、こいつで決めるよ。こいつで決めるよ。太陽に。次はどんなやつと戦えるのかな。